ばんは。いやもうずっと本当は3時から配信始めようと思ってたんですけど、そう私昨日ちょうど再配達の変更してそうなのよ。4時までの欄にしてたんですよ。そうだからそれの時間設定間違えたね。しかも4時半には配信終わります。そう本当は3時から4時で配信してって思ってたんだけど、そうミスったマジで完全に。でももう配信するって言っちゃったから、ウィバースでそうやんなきゃと思って、なので30分だけっていう時間なんですけど、そうなんか全部ミスってる。もう今日ダメ、もう最近ダメだ。昨日も時間間違えたし、本当に。で今何してるかっていうと、今はこのなんていうんですか、あれの時に公演とかお仕事の時に目にキラキラつけるじゃないですか。それを作ってるっていうとあれなんですけど、このキラキラパーツシールから外してこのシール部分を取ってます。そうこれで持ち運びしやすくしてます。今この作業を今日ずっとやってました。そう。明日僕隊なんで、僕隊の動画フリVを流しながらこの作業を黙々と一人でやってました。やばすぎ。そうでこれやるなら配信しようと思って、3時ぐらいに配信しますっていうか、本当は2時半ぐらいから配信、2時半ぐらいに配信をしようって思ったんですよ。そう配信しようってこれやりながらと思ってたら、今日さいろいろあるじゃないですか、3月11日ってことで、やっぱなんかさその時間に配信すんのもなと思って、ちゃんと黙祷はしたんですけど、なんかその時間に配信するのもキモいじゃないですか普通に。そうと思ってちょっと3時からにしようと思って、でビバースで3時から配信しますって言ったら、お待ってみたいな。私昨日そういえば郵便物何時から何時に再配達お願いしたっけと思って、調べたら
2時4時でおうってなって、そう、無理やってなって来たらやろうと思ってたら4時ギリギリに来た。この時間になりました、すみません。結局このシール外す意味は正直あんまりないんですけど、これを外したら持ち運びがしやすいんですよね。そうだからです、ただただ持ち運びのためです。しょうがない、9点が今目代わりだから物がめっちゃ届くのよ。しょうがない、保管期間が明日までで再配達の、そう明日公演だから、で朝もレッスンあるから今日しかちょっと無理で、すいません。ほんとなんか皆さんを振り回して毎日朝から夜までレッスンあるとちょっとこう荷物が受け取れなくなってしまうっていうのはありますね、正直。確かに何か連絡来た、あ、オフィシャルショップだオフィシャルショップでした、 AKB オフィシャルショップ公式ツイッター。そうなの、ずっと受け取れなくて、昨日も休んだったし、あ、間違えた、キラキラをこの取ったシールの方を捨てるんじゃなくてキラキラの方を捨てちゃった間違えた、せっかく取ったのに、でももうゴミ箱に捨てちゃったからもう汚いからいいです、最悪。やらかした。そう、一回は救出試みようかと思ったんですよ。上の方にいると思って。で、ちょっと触ってたら下行っちゃったからもういいやと。さすがに諦めました。
今日肩つったんですよね。昼朝朝か起きて、昨日か今日か忘れた。作業してたら肩つっちゃって。まだ後遺症してます。うん、しょうがない。そうそうそう、このキラキラはネイルに使うわけじゃないです。あのコンサートの時に目を光らせるためのキラキラなので、ネイルではございませんよ。多分普段はネイルパーツ用として売られてるものだけどね。大きいやつは取りやすいんだよな。ちっちゃいのがめっちゃ取りづらい。こんにちは。1781日ありがとう。こんにちは。
結構もう真ん中らへん結構できました。2000日記念の話は出てます。いや2000日って知ってますか。今1700日ってことはあと300日かかるってことじゃないですか。あと300日ってことは1年ぐらいかかるわけですよ。そんな1年前からそんな話出てないです。やばすぎ。1年前からその話出てたらすごすぎ。私記念配信1個もさせてもらえてないんで、そう1年も2年も3年も4年もさせてもらえてない。1000日もしてないし。こんにちは。明日は僕の太陽公演があるので、あるメンバーによるとこちらか、いや言いましたよ、私は言ったけど言ってできるメンバーと言ったけどできないメンバーの違いはじゃあ何ですか。私は言いましたけどね。やばい、ワルピョン出てくるからやめよう。私が言ってないみたいに勘違い、ファンの皆さんに勘違いされるのはちょっと嫌だなと思って。やばい、今の流れで完全にワルピョン出るところだったんでちょっとやめておきます。危ない危ない危ないってば、ハルピョン危ないよ。
危ないよそれは、気をつけて。私になって土を踏みしめようぜ。3月1日まるまるお休みの日、まだ1日もない。なんかコンサートの次の日はお休みかなと思ってたんですけど、レッスン入るらしい。頑張るね。頑張って覚えるね。最初にちっちゃい細かい作業、ちっちゃいキラキラを潰してやって、で大きいのはポンポンポンって、多分ちょっとちっちゃいのより取りやすいので楽にできるのは後からやるつもりです。なんか前回の武道館はこうキツキツにしすぎて、そう間違えたねってなってたんですよ。レッスンのあれギリギリにやりすぎて間違えたねってなってたんですけど、今回はいろんなことを並行でやりすぎたね。ユイリーさんのプロデュース公演もそうだし、みんながね僕隊とかこうなんだっけ、ただいま恋愛中公演以外にも見たいっていう気持ちはわかるんだけど、それもあるし、いろんなメンバーの卒業もあったりとか、ドボンライブもあったりとかして、ちょっといろんなものを並行的に行いすぎた結果、みんなの頭がパニックになり、体調不良者が続出していると。はい、そういう感じでございます。ただいまこれをね、次のコンサートがねもしあるならばそこに行かせれたらなとは思いますね。行かせていただけたらなとは思います。はい、むずいよね。時間にも限界があるし、脳みそにも限界があるから。でさ、うちらだけのあれじゃないしさ、レッスンの状況だってそのダンスの先生のさ時間もあるわけでさ、でこうアンレームとかでもさ、あのレッスン場使うからさ、そのレッスン場の兼ね合いもあるしさ、むずいんですよね。わかるんですよ、とってもそれはわかる、わかるんだが、今回のこの間違いを
どうにかどっかで正してくれないと多分また次も同じことになる気がするので、どっかでどうにかっていう気持ちでいっぱいです。まあでもその分ね、ドボンライブも楽しかったってなってるし、ユーリーさんの公演もやっぱ16人っていいよねってなってたりとか、まあユーリーさんプロデュースさすがだわってなってたりとかするし、そうみんなにはねいいものをお届けできてるだなっていうみんなの反応があるのはすごくありがたい。明日フロゲ日なんだ。明日フロゲ日なんだ。そっかそっか。全然そんな感じしないや。明後日みんなに会えるんだ。私お渡し会、握手会。やばい。ありますよってツイートしてない。しようしようと思ってしてない。今から行く電車でやろう。この後お仕事に行くまでの時間にやります。あれ、これもう撮れてんのかな。いや撮れてんの、わかんない。もう目悪くてわかんない。これは撮れているの、撮れてないの。撮れてる。明日も劇場で会って、明後日も劇場でみんなに会えるんだ。うちすごっ。私多分普通の会社に勤めてたら問題児だったと思う。行きたくないってなってすぐ休みそう。きっとなんか今日行きたくない気持ちってなったらすぐ休みそう。なんかこの仕事は正直マジでそのだってさ、
もしかしたら私じゃなくてもいいのかもしれないけど、でもその来てくださるファンの方からしたら私じゃないとって思ってくださる方もいっぱいいるわけじゃないですか。劇場だって私がいるから申し込んだとか、波動だってハルピョンが出るから申し込んだんだよとかっていう人はいてく、一人以上はいてくれるじゃないですか。だから行こうってなるけど、この仕事今私じゃなくてもこの人にでも回せるなとかって考えちゃいそう、別の普通に会社員してたらこれ私じゃなくても大丈夫か、なんかいい感じにしとけばもういっかみたいな思っちゃいそう。今何時？お、やばい30分こんな変な話して終わろうとしてる私。お、でも結構取れたよ、あとこれだけ結構取れてきました。すごいすごい嬉しい。今日夜最近聞いたよね、多分見る、配信できたら。もうそろそろ見なきゃ、多分あれだよね、 TVer 終わっちゃうから、できたらね。やっとかさ、お腹痛いとかでさ、その集合時間に間に合わないとか怒られるやん。いや、みんなも怒られるかもしれないけどなんていうのね、体調不良、そんな頻繁に使うわけじゃないですよ。でも本気で今日お腹痛い、本気で頭痛いみたいな日あるじゃないですか。そういう時の話、別にあ行きたくない行くのやめようそういうことじゃないです、やばすぎそういうことじゃなくて、まあでもきっとちゃんと会社員したら会社員はやるんだろうなとは思いますよ。将来何すんのか知らないけど、もしかしたら会社員になる道だってあるし、もしかしたらまあこの世界に残る道だってあるだろうし、まあ、どうなってもちゃんと働きはするんだろうな自分って思うと思いますはい、ということで、それではちょっと仕事に行かなければいけないので、また、夜ぐらいに配信できたらしたいと思います。それではありがとうございました。仕事行ってきます。ありがとう。着替えて行ってくるよ。バイバーイ。